地域がん診療連携拠点病院の諏訪赤十字病院では、がん診療の質の向上を目指し、さまざまな取り組みをしています。今年、南信地区では初めて手術支援ロボットダヴィンチを導入し、前立腺がんを対象に摘出手術を始めました。前立腺手術するときにはお腹を切って手術するわけなんですけど、ロボットの場合には4本のロボットアームという腕がついてますので、それぞれの腕に手術用の鉗子とお腹の中を見るカメラをつけることによって、でお腹を切ることなく細かい操作ができる鉗子で手術をすると。前立腺は骨盤の奥深いところにありますので、細かい神経とか血管が豊富にあるところなんですけど、実際の目で見るとなかなか細かいところまで見れないんですが、 3D で立体していきますので、実際の目で見ているような解剖をかなり拡大して見ることができる。それによって温存したい筋肉とか神経とか、あるいは出血を少なくするとか、そういうメリットが出てくると思います。日本国内における前立腺がんの内視鏡手術の数です。2013年にはロボット支援による手術がおよそ6割になっています。ロボットというとどうしても鉄腕アトムとかドラえもんとか、そういうようなイメージを持たれてしまうんですが、実際手術するのはあくまでも人間であると。その人間がより人間の手よりも細かな操作が可能なロボットアームというものを操作しながら、人間が手術をするんですよということはしっかり伝えているつもりです。諏訪赤十字病院ではがん患者のさまざまなサポートも行っています。その一つががん相談支援センターです。がん相談支援センターは、全国のがん診療連携拠点病院に設置が義務付けられた、がんに関する相談に対応できるところです。で、がん患者さんやご家族、また一般の地域の一般の方々、また、医療従事者の方々のどんな相談でも対応できるっていうことをやっております。その方その方で持ってこられる相談というのは本当にその人その人によって違うので、同じやり方っていうのはもう無理かなと思ってます。で、できれば私は私たちが行動するんではなくって、患者さんご家族がご自分たちで行動できるようにって、それを一番心がけてますね。やっぱり医療者がやることってすごい簡単だと思いますが、これから上手にやっぱり病気と付き合っていくためには、ご自分たちでその都度困難なことをクリアしていっていただくのが一番だと思っていますので、そのように関わっています。